あ、アリスちゃんや。7、これいつの話かな。あ、トッド寝てるよ、座ったまま。トッド、そんなとこで寝たら風邪ひきますよ。何それ。お夕食です。そうか、今行く。やばいやつ、通天ちゃうね。食事を出す、いや、あえて出さない。じゃあ、いろいろ見ていこうか。なんかあかもしれない。じゃテレビの前行ってやろうか。あの時言われたけど、おい、どうだい、トッド、俺テレビの前行くぞ、この野郎。わしはテレビの前に行くぞ。ほら、見ろ見ろ、こんなにもね、テレビの前で、これうろちょろしてるのに、トッド、何もない。ほれ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 、こいつあかんな、行かれとんな、決めてやがるな。まあ、あれ、あはは、ってアリスちゃんで喋ろう。アリス、え、そういうのはできへんやな、こいつ。誰かと喋ると、あ、なんかあるわ、これこれつける、はい、パチン。アリスちゃん暗いよ、そんなとこいたら。えな、食事を、食事は出さないよ。あいつのためにやること一個もないから、俺の中では。お、来た。おい、ラリっとんのか、お前、これ。ちょちょちょ、お前、ラリ、通さへん、通すな、通すな、通すな、カーラ、通すな。くそ、通してもた、通してもたな。なんかロックのこれやりたいな。よし、飯は出さねえ、言っとくが、飯は出さねえぞ。まだ出さねえ、飯だけは出さねえよ。あれが飯でしょ。2回行くか、2回行こうぜ。なんなら、なんもないもんな、この回なんかありそうなもんなんでしょ。出かける？むしろ出かけちゃう？わあ、夕食を出さないといけへんがな、やだーやだ、そういうの。なんかこのロックマークがついてんねんけど、1個もうロック解除したいな。目合わせや、子供と。子供から目そらしてるぞ、この親父。ほんとダメだな、こいつは。何数字だな、知らん。あ、なんかこれ、この赤いこのマークなんだよ、これ。こいつの煙か、このわけのわからないやつの。テレビ消すとか。何やってんだ、食事はどうしたい。忙しいんだよ、こっちは。やろ、うせえ、このジジイ。俺のやりたいのやらせろ、このやろ。ちょ、飯とか出さねえよ、俺は。に、裏庭行くか。裏庭行ってみる。行かねえか。いや、行ってくれへんのかな、飯出すしかないんかな。やだ、あんなやつに飯出したくない。じゃあいいか、しゃあないな、これしかないか。はい、結構カーラしょぼい飯やな、これ。晩飯これか。子供も大人も一緒の量な。合わせのものですけど、これしかなくて。はい、ミートスパゲティでございます。どうぞお召し上がりください。はい、水を入れて。妙な人生だ。どこや、はい、俺はアンドロイドのせいで職を失った。はい、ちょ、早くやるや、女の子の入れてやるや。どうだ、はい、自分家の家事を誰がやってくれてる。アンドロイド、どちらさんだ。憎ったらしいアンドロイド様さ。はい、どうだ。笑えるぜ。あ、終わった。今じゃ誰も人間のことなんか気にも留めちゃいねえ。本当だよ、機械の方が便利だからな。よく喋るな、アンドロイドね。おい、ちょこまか動き回るな、イライラすんだよ。そうな、仕事ですから。おい、何見てんだ、何だってんだよ、クソガキ。こんな暮らしうんざりだってのか。そうだよ、この極つぶしめ。俺だって苦労してんだよ。働け、ジジイ。どうせお前はこんなボロ屋に住んでるのは全部俺のせいで、母親がいなくなったのも俺のせいだと思ってんだろう。そうだよ、バカタレ。薬はやめて、トット。怖がらせるのはやめて、トットだと。あの女何も言わずに消えやがった。俺のことゴミクズみたいに捨てて会計士と一緒に逃げた。むしろお前ゴミクズだったんだよ、これ。やめて、パパ。全部お前のせいだ。あ、いた、ぶったね。親父にしかぶたれたことないのに。だろ、よし、しばけ。カーラ、あいつの顔面にぶち込んでやる、一発。
いいの一発ぶち込んでやるこの野郎。そこにいろ、一歩でも動いたら、うん、ぶっ壊してやる。よいしょ、やったろやろ、いけまいこれ。動くで、すぐ動く、すぐ動くよ、すぐ動く、すぐ動く、2秒で動く、動くって。はい、すぐ動く、あ、すぐ動くよ。パントマイム、あれかい、ほらあ、こうやってね、あの自我が芽生えるわけですね。はい、トッド、あ、なんか切れたぞ。ピキーン、アリサ守る。いや、その前になんか持ってよ。トッドを説得する。どっちにしよう、どっちでもいいの。おい、言うこと聞かねえぞ俺は。冷静に。トッド、子供に手を挙げるべきではありません。あ、ウェルテ。アリス、パパは怒ってるんだよ。え、もうやられた。結構すぐやられたよ。弱いな、まあ、こいつぶっ殺すんじゃねえか、カーラ。これ何やろう、こいつ。こういうことするの。ベル、走ってる。はい、なんか持っていこうぜ、なんかそれっぽいやつ、武器的なやつ。はい、開けようぜ。 銃あったらどっかに銃で撃っちゃうぜ。お、いいね、いいやつ見つけたぜ。そいつは強えぞ。眉間にどてっぱなあげてやろうぜ。俺がボスだよ、ね、ろ。分かってねえよだな。やめて、やめなさい、もうやめて。てめえ何してんだ。銃向けてんだよ、分かんねえよ。銃を下ろしてさっさとこっから出て。無理だよ、これは命令だ。いいえ、その子に手を出さないで。なんだと、手を出すなだと。そうだよ、お前に命令してんだよ。どうするってんだ。俺を撃つつもりか。当たり前だろ。人間を撃つってのか。お前故障したんだろ。なら俺が直してやるよ。はい。はい。はい。カーラ危ない。はい。あ、なね。おい、コントローラーそんなん知らんってやばい。コントローラーとかやめろや。あ、いや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 。じゃ無理だよ。でもそういうのやめろ。はいはい。あ、押せって顔じゃ。おい、意味が分からん。文字の意味が分からへん。お願い、パパ。おい、やりすぎ。じゃ、いろんなやりすぎだよ。このボタンを操作も無理だよ。押したよ俺。死んだ。また壊された。ガキに何しようと俺の勝手なんだ。俺のもので。おい、やること多すぎだろお前、これ無理だろ。今度ばかりは永遠に押さるまで。あ、撃った、やった。誰かが撃ったわ、ガキ。あ、これちょうどよかったんじゃねえよ。イエーイ。それは越されるだろ、当たり前だろお前。それはそうなるわ。見ましょ。え、止まってる。どうすんの、治るんかな、体。えっと、開けるも自分でやる。もうだ、急にいろいろ押させんのやめてほしいわ。無理やもん、だってそのコントローラーを振るとかさ、こうジャイロ的なやつやめてほしいわ。めっちゃ走ってる。ちょっとなんかゲームらしくなってきたな。
治るんかな。あ、修復されてる。AX400 カーラープログラムなんかな。おい、全然買わせんかったやろそれ。アリスがトッドを殺す、殺せなかった。アリスはトッドを殺しちゃう俺。ちょっとそうさ、急にそういうのやめてほしいな。ここで分岐してたよな。アリスが殺すか、カーラが殺すか、カーラが殺されるかみたいな、この分岐やったんじゃない、これ。このね、これ、トッドって玄関を開ける。アリスも殺そうが、カーラ殺そうが、多分こっち行ってたんだもんな。ほんで上行くか下行くかみたいなね。で、ここでさ、殺されて、カーラ殺されてたみたいな、なんかそういう、すげえこっち長。すげえ長かったな。こっちの方が正規ルートやったかな、これな。どここれ、あいつの家か。カールの家な。間違いなくここ25年で一番退屈なパーティーだったな。クソみたいな。出席するたびなぜ来てしまったのかと疑問に思わずにいられん。カクテルパーティーは苦手だ。つまらない口先だけの奴らで溢れてる。あなたの作品を敬愛する方々もいらっしゃいます。誰もアートなど気にもかけておらん。その作品でいくら稼げるかしか興味ないんだ。育てやな。あなたは投資みたいのもあるから。さあ、ほら、いっぱいやろう。あの騒ぎで喉が渇いたよ。マジかよ、まだこの車椅子。でも寝ろよ、お前も。ちょ、そこキューって上げてやるよ。あ、わあ、機械上にあるわ。上げ、こいつ上に上げられへんな。寝ろっつってさ、上げたかったのにな。無理か。そういうわけにはいかんか。鳥は鏡いる？ちょ、もうすんげえ回んやけど、俺の予想以上に回んやけど。よし、じゃあ行くわ。もうじゃあもう行くとこしかない。ストレートですか？その通り。はい。スコッチは。お医者様に怒られますよ。医者などクソくらいだ。自分の面倒くらい自分で見られるわ。自分で見れてへんから医者に言われとんじゃん、お前は。これこういうことなんだよ、これどうすんのこれ。こうどういうこれ、これコントローラーどう動かせっていうことな。こうか。いいよこのジャイロ的なやつ、やめてほしい。スタジオの明かりを消し忘れたのか。いや、確かに消しました。いや、あいついいんじゃねえの、息子、アホの息子、バカ息子。電話する。はい。ラファイエット通り8941、カール・マンフレッドのアンドロイドです。帰宅したところ明かりがついていて、強盗かもしれません。パトカーを行かせます。はい、見に行ってみよう。待て待て、カール、お前では何もできねえよ。やだ、見ない。まだこの家に慣れてないから。生かしてくれ。ちょ、いか、おい、でも赤いマークすら出ねえぞ。生かして、あ、行ってねえと。ちょ、なんか持っていった方がいいよ、いろいろ武器的。寝る前の支度をしようぜ。スコッチ注いだやろ。スコッチ注ぐまでオンなオッケーなってんやけど、チューって斜め線になってるよ。他の部屋行けんのかな。もう行けへんよな。そうだよな、このゲームだって。そういうの行かしてくれへんねや。そういうの行かしてくれへんから、スタジオ見に行くしか仕方がないんかな、やっぱり。おじいちゃん、私も一緒に。いや、お前は来るな。いや、ダメだ、お前は連れてかねえ。足でまといだ、連れて行かなかったよ。あははは、ざまみろ。レオ、これは誰かと思えば親父の人型おもちゃか。レオ、いや、もう、あ、連れて勝手に来た。何をしている。金くれないから取りに来たんだよ。こいつ一枚で大金になるんだろ。それに触るな。なあ、どうせそのうち俺のもんになるんだ。遺産の前払いってやつだよ。マーカス、今すぐ息子をここから追い出してくれ。はい、しばくぞ。芝居でいいの？
警護もする。警察を呼びました。今すぐ出て行かないと面倒なことになりますよ。あんたはいつも俺を拒むなあ親父。俺じゃ不満か。こいつみたいに完璧じゃなきゃダメなのか。お前みたいにポンコツで不満だよ。今すぐここから出ていけ。どこが俺よりいいってんだ。もう関わるな。ほらかかってこいよ。しばけ。マーカス、やり返してはダメだ。いいな、はい、構うんじゃない。殴ってみろよ。ほらどうして。お前それで人間のつもりか。やめろ。どうしたんだ、ビビってんのか。やめるんだレオ、やめろ。なんだ、殴る度胸もないってのかよ。あ、だいぶやで、自分で決められないようにならない。はい、抵抗しな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 い。どけんの。あー、やっちゃった。こいつもどんどん壁破っていくな、こいつら。いやそうだった。お前は人間じゃないんだよな。ただのプラスチックの塊だろ。ダメだレオ、誰に手を出すか。ないか。お前をぶっ壊し、親父と俺だけになる。お前を壊したところで誰も気にしちゃしねえんだよ。なんだってお前は何の価値もないガラクタだ。どうする、カール。カール死んだ。カール、そんな。嘘だ、カール。そんな。人間は脆い生き物だ。このタイミングで死ぬか、お前。カール、僕を置いていかないでください。お願いです。泣いてる。いいか、マーカス。相手の言いなりになってはならん。いや、お前が耐えろっつったんや。そんな、嘘だ。父さん。父さんって言ったよ。ダメだ、行かないで。お前がいなけりゃこんなことにはならなかったんだ。お前がいた、お前だよ。逆だよ。お前がいなきゃならないんだよ、バカ。アンドロイドの親父を殺した。嘘つけよ、お前。え、撃たれた。撃たれたで。いいの。レオがマーカスハンカス、嘘ついたな。完全に嘘ついた。すごいだ。耐えなきゃってよかったんや、あそこで。耐えなかったらよかったな。そこまで、なんかここに一個あったけどな。ウイスキーを注がない。スタジオに行かなかったらよかったんかな。もう飲んだよ、これ。まあ、いいか。